皆さんこんにちは。北陸新幹線の京都駅の候補地、これが国から与党整備委員会に対して3カ所提示されるとの報道がありました。その他北陸新幹線については建設費が高騰して費用便益費が1を割り込むといった報道、様々な情報が今錯綜しているんですが、今回は京都駅の3つの候補地、これのそれぞれのメリットデメリットといったところ、そうしたところを中心に今の情報っていうのをまとめてお話をしていきたいなというふうに思います。それではまず最初に京都駅の3つの候補地、案1から3まであるんですが、そこを見ていきたいと思います。まず1つ目の案ですけれども、京都駅の地下に大深度、深さ40メートルのところ以上のところを大深度って言いますけれども、そこに東西方向に駅を設置するというのがこれ1つの案です。1案です。でこれ大深度にする理由なんですけれど、このですね、京都駅の東側には地下鉄の烏丸線が走ってるんですね。ですからさらにその地下を走らさなきゃいけないということで、それでこういう大深度っていうのが出てくるんですね。でただですね、これ以前の資料でこの京都駅というか、京都北から南のこの伏見という酒どころがありますけども、そこに向かって地下水脈があるというような資料が出てたんですね。ですから大深度によってこの地下水脈が分断されてしまう可能性っていうのがあるんじゃないかなっていうふうに思います。逆にメリットはもう京都駅の真下に作るわけですから、乗り換えが楽、ありとあらゆる東海道新幹線、それからその他の JR の京都線であるとか奈良線であるとか嵯峨野線であるとか、こうしたところに乗り換えが楽というのが、これがこの案の最大のメリットかなっていうふうに思います。続いて2つ目の案ですけれども、これは京都駅でもですね、京都駅の西側、西側でさらにちょっと南側のところになります。京都駅からちょうど近鉄の東寺駅があるあたりですね。このあたりに関しかけて、京都駅南北に地下で、これは大深度ではなく地下になっています。これは特に地下鉄と干渉するわけではないんで、大深度にする必要がないんですね。そのため地下というふうになっております。こちらに南北方向で設置ということで、これは以前からも私ここが最有力じゃないかなというふうに思ってました。というのはこのルートの真上に堀川通りという大きな通りがありまして、京都駅を挟んだ東側反対側には烏丸通りがあって、その下を地下鉄の烏丸線が走ってるんですけれども、こうした道路の地下に線路を走らせるっていうのは地下鉄作るとき一番順当な手段ですから、堀川通りという大きな通りがありますんで、しかもここは地下鉄と干渉しないということで、ここが一番有力ではないのかなというふうに前々から考えていました。ここ南北方向で設置、この堀川通りの下を通ってるっていうのもメリットですし、あとは京都駅から若干遠くなるんですが、乗り換えられない距離でもありません。で多分この地下、京都駅のこの地下ですね、北側では京都駅と乗り換え、南側ではこの東寺駅と乗り換えできるぐらいの距離感になるんじゃないかなというふうに思います。そうしたところもメリットではないかというふうに思います。そして3つ目の案でございますけれども、桂川駅ですね、これは京都駅から JR 京都線で2つ駅のところ先になりますけれども、桂川駅付近の地下に設置で、これは南北とも東西とも書いてないんですが、おそらく南北じゃないかと思います。というのは、ちょっと地図切れてるんですが、この地図の右側のところは川が流れてます。桂川が流れています。それから陸自駐屯地ということで、陸上自衛隊の桂駐屯地がありますし、それからイオンモール京都桂川といったこうした大きな施設がありますから、東西に作るとこうした施設の下、駐屯地の真下っていうのはさすがに通れないと思いますし、イオンモールの地下ぐらいだったら通れるのかもしれないんですけれど、そんなところを通るよりも、南北に通した方が手っ取り早いですし、で後でまた大きな地図でお見せしますけれど、オバマから松井山で抜けていくということを考えると、南北の方がどう考えても自然なんですね。ということで、南北方向と考えるのが自然ということで、こうした点線をとりあえずしてみました。で今お話をしましたこの全体の図ですけれども、京都駅の前後、敦賀駅から今度小浜駅のところ、これは小浜線の東小浜駅あたりというふうに言われております。で京都駅のところを通って、その後松井山手駅を経由して新大阪駅に行くというルートになっています。
でこれを考えるとですね、京都駅の真下に東西に作るっていうのはちょっと無理じゃんじゃないかなと非常に考えづらいところです。で京都駅の南側とか、桂川駅のこの付近の南北方向の設置、これだと松井山手と東小浜を結ぶルート上にすっぽりと入るということで、これが一番無理がない。東西方向はさすがにちょっと難しいんじゃないかなっていうふうに思います。ということでちょっとこのデメリットメリットっていうのをまとめてみました。でまず案の1、京都駅大深度東西方向、メリットはもうとにかく乗り換えが楽です。東海道新幹線、嵯峨野線、京都線、琵琶湖線、ありとあらゆる路線に乗り換えが楽です。ただデメリットということで言えば大深度になるんで、上野駅の地下みたいに結構この縦方向の移動距離が長くなるっていう可能性はあります。それから、先ほども話しましたけれども東小浜から松井山手といったこのルートを考えると、ここで京都駅を東西方向に差し込むということになれば駅の東西で相当な急曲線が必要になってくると思います。そうしないと東小浜の方だったらまだかなり距離がありますけれど、松井山手の方に持っていこうとするとかなり急曲線で曲げないと行きづらいというのはあります。それからですね、京都を掘るとこれ付き物なんですけれど、古い遺跡いろんなものが見つかってしまってそのために工事が止まってしまう、京都の地下を通るとどうしてもそういう、リスクというのはあります。それからこれ先ほどもお話ししましたけれども、地下水脈というのが京都の、京都市の北部から酒どころの伏見の方に流れていっているということもあって、この地下水脈を分断してしまう可能性っていうのがあります。続いて2つ目の案の京都駅南地下南北方向ですけれども、これ地下鉄と干渉しないために大深度でなくていいということ、それからメリットと呼べるのかどうか何とも言えないんですが、東寺駅との乗り換えも可能になるんじゃないかといった距離感、こういったところはメリットとして考えられるのではないかと思います。あとは南北方向なんで、先ほどの1みたいに東西で急曲線が必要というようなそうしたこともないというのもメリットといえばメリットです。それから、デメリットですけれども、これもですね遺跡にぶつかる可能性大、しかもですねもともと平安京だったところを南北にぶち抜くということになりますんで、案1よりもさらに遺跡にぶつかるリスクが高まります。それから京都駅若干遠くなります。それが乗り換えが若干不便になるということ、それから地下水脈を完全に分断することはないのかもしれませんけれど、どちらかというと地下水脈と並行して走るというようなこともあるんですが、とはいえ地下水脈が、完全なその流れが把握できているわけでもないので、もしかするとそこも多少干渉するかもしれません。それからその地下水を使う酒どころ伏見ですね、そちらの方の一番近いところを走るのがこの案になりますから、近くを走るということだけでもしかすると地下水に干渉するという可能性もあります。逆に言うと1のような分断の可能性というのは低いんですが、近くを通ることによっての干渉というのは起こり得ます。そして案の3ですね、メリットとするとこれはですね平安京の外側を通りますから遺跡にぶつかる可能性が非常に低くなります。もちろんゼロではないんですけれども多少はありますけれども、京都市内のど真ん中を通ることを考えれば可能性はかなり低くなります。それから同じく、地下水脈との干渉の可能性も低くなります。これはやっぱり京都市内の南側にある伏見ですね、こうしたところからも離れてますし、今考えられている地下水脈、京都市の北部から伏見の方に流れていくところと、そこからも物理的に遠いところを走りますので、そうした干渉は低くなります。それから京都市のど真ん中を通るわけじゃないんで、用地には多少余裕があります。地下通るから地上の用地は関係ないっちゃ関係ないんですが、とはいえですね、街中を通るといろいろとやっぱりそうしたところデメリットになってきますんで、市内ど真ん中を通ることに比べればかなり用地的にもこちらの方がメリットになるんじゃないかなというふうに思います。で一方でデメリットですけれども、京都駅から在来線で2駅離れてます。 JR 京都線乗って2駅です。これがやはり一番のデメリット、京都駅で乗り換えられないっていうのが一番のデメリットになります。
ですからもしかするとこの桂川の近くに駅を作るとなると新京都とかっていう名前になるかもしれません。さすがにこの京都駅っていう名前は京都駅から2駅離れた桂川駅の近くにあるわけですから、京都駅っていう名前は使えないんで、なんか別の名前が付けられる、京都桂川とかね、桂川だけだとインバウンドのお客さんに京都って分かりにくいから、京都河原町みたいな感じで京都桂川みたいな名前にするとか、まあ、そうすると桂川駅も名前を変えるのか変えないのか、まあ、そうしたところもちょっといろいろ考えなきゃいけないっていうところがありますけれども、まあ、京都駅から遠いというのが一番のデメリットではないかというふうに思います。それでは他のところですね、その他の話題も触れておきたいと思います。まあ、なんといってもちょっと触れておかなきゃいけないのが、まあ、建設費の問題ですね。これ大きく報道されています。2016年度にオバマルートが決まった時はこの建設費というのは2兆1000億円というふうに言われてたんですけれども、これがですね、最近のインフレ、まあ、皆さんよくご存知だと思うんですけれども、北海道新幹線とかも結構ね上振れして大変なことになってます。まあ、そうしたこともあって現状これがですね約3兆9000億円ということで、まあ、ほぼ倍ですね。そこまで大きく上振れしていると、まあ、これはもうやっぱり建設要員が足りないであるとか、まあ、資材の高騰であるとか、まあ、いろんな理由があるんですけれども、まあ、このままインフレが続いていきますとさらに値段が上がって約5兆円以上というそうした可能性も考えられているということで相当厳しい状態です。当然ですね、建設費が高騰して、まあ、費用が倍になっているわけですから、費用便益比もですね 0.5 ぐらいまで下がっているということで半分になっちゃいました。で現状ではもう着工5条件の投資効果費用便益比1以上ですけれど、これをクリアできないというような状態です。ですからこれをですねクリアさせるためにまたいろいろと計算方法を変えるというようなことも言っておりますが、ただ一方で前原ルートこれは建設費が当初想定の2倍の1兆円超になっても費用便益比というのは1を超える、そうしたことが言われておりますので、この状況を見るとやっぱり前原ルート推進派がですね再び活気づく可能性があります。私は別の動画で滋賀県の知事がいやもう前原ルートやりませんと、オバマルートで決まってるんでそっちでやりましょうみたいなことを念押ししたみたいな動画を出しましたけれども、この費用便益比が 0.5 っていうのはかなり衝撃的な数字なんで、これで作るっていうのは無理があるでしょうっていうふうに、まあ、誰が考えてもそう思います。いくら何を数字をいじったところで、まあ、0.5 っていうのはさすがに厳しいんで、じゃあ前原ルートにっていうやっぱり言うような話ってのは絶対出てくると思うんですが、とはいえですね、まあ、これも私何度も申し上げてますけれど、滋賀県と JR 西日本が動かないと結局前原ルートっていう状況は変化しないんですよ。で JR 西日本の立場から考えてみると、前原ルート前原ルートっておっしゃいますけれど、前原ルートを作るぐらいだったら今のままでいいですっていう可能性すらあると思います。もうじゃあ私たちはもうサンダーバードをこのまま大阪敦賀で運行して敦賀乗り換えにします。だって米原まで行ったら米原でどうせ乗り換えなきゃいけないし、私たちの収益が下がるし何も変わらないじゃないですかっていうふうに JR 西日本は考えると思うんです。それどころかですね、米原乗り換えで前提で、これ例えば米原で東海道新幹線の北陸新幹線乗り入れできるってことであれば別ですけれど、米原を乗り換えにしちゃうとですね、大阪駅起点で考えた場合に大阪駅から新大阪駅に行って乗り換えて米原駅でまた乗り換えなきゃいけないっていうことで、今のサンダーバードと比べると乗り換え回数が1回さらに増えるっていう考え方もできるんです。大阪駅も新大阪駅も大して変わらないだろうって思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれど、新大阪駅と大阪駅だと乗り換えられる路線が全然違ってきます。新大阪駅だと JR の路線と地下鉄の御堂筋線しかありませんが、大阪駅に行くと、まあ、JR の在来線はもちろんのこと、地下鉄御堂筋線、谷町線、四ツ橋線という、まあ、3つの路線に乗り換えられ、さらに阪急と阪神にも乗り換えられるということで、まあ、このようにですね乗り換えられる路線が圧倒的に大阪駅の方が多いんで、大阪駅と新大阪駅だと利便性が全然違ってきます。なので米原で北陸新幹線が東海道新幹線で入ってくるんであれば、新大阪駅っていうのは元々の想定ですから、これだと何も変わらないですし、まあ、新大阪まで行くっていうこと自体はもう元々それは変わらないわけですから、これだったら文句はないんですけれど、米原で乗り換えるっていう前提だったら、もしかすると今のサンダーバードの方が便利だったっていう声が出てくるっていう可能性すらあるんで、ですから米原ルートっていうのはなかなか私は難しいんじゃないかなっていうふうに思います。
敦賀が乗り換えになって不便になったという声が出てるぐらいですから、サンダーバードがなくなって新大阪駅と前原駅2回乗り換えなきゃいけないって話になったら、それを文句言う人が絶対また出てくると思います。まあ、その敦賀が乗り換えっていうことができて困ったって言ってるのが、まあ、加賀あたりなんですけれども、まあ、加賀温泉では実際に全然増えてないっていう嘆きの声があったりもします。ただこれは報道いくつか見ると、関西方面からもともと車で来る人が多いから新幹線はあんま関係ないっていうような報道もあって、このあたりはねちょっと報道が割れてます。ただ体感的に加賀温泉は北陸新幹線が開業したことによるメリット、東の方から東京の方からはあんまり来ないし、むしろ大阪の方からも増えてないっていうことで不満が溜まっている。だから早くつなげてほしい。だからこそ米原で作れっていう話になる。まあ、加賀のあたりだとね、市長さんもそういうふうにおっしゃったっていうのは別の動画でも話したんですけども、まあ、そういうこともあって米原って話になってるのかなとも思います。ということで、今日は北陸新幹線、まあ、京都駅3つの案を中心に費用便益比が 0.5 にまで下がってしまったというような、まあ、そうしたことについて情報をまとめてお話をさせていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。